Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。行こうぜ。ちゃちゃっとクリアしちゃおうぜ。そしてアリーナを行く。いろいろね強化しましたよ。カスタマイズして強化して。今はまあぶっちゃけ今はランス一筋ですね。ランスのみって感じです。他の選択肢がなくなっちゃう。ちょっと変わってます。バックパックがあったりとか。ただね、不格好です。正直、不格好っちゃ不格好です。そこに買う。シールドの意味ねえから。なんかもう、微妙な感じになってますけど、今回は性能重視です。かっけえな、相手は。この中、逆三角形な感じです。そっちだ。なんだそれ。さあ行くぜ。ランスナース。ダメージがおかしい。一発3万出てる。機動性を上げたんですけど、めっちゃ速いんですけど、ちょっと速すぎじゃねえこの機体。なんだそれ。12万とか出たぞ今。1万か、1万。単発系なんてビームライフル。5万とかダメージだけど。おい。ダメージの。ちょっとダメージがぶっ飛んでるんですけど。大剣が。なんだこれ。あんま火力はないですね。あっちはね。なんか頭安定攻め。気をつけて。エピオンですね。ダメージがおかしい、マジで。あ、死んだ。死んだ。強敵注意だ。マジっすか。避けないで。
は知らない。なんか見づらい名前が。ユースが早い。ジオング、これがジオングだ。足など飾りよ。別ゲーなんか一気に別ゲーになると機動性がおかしい。全然違うゲーム、機動性がちょっとやばい。レベル上げたらこんな変わんのか。ショックと大違いじゃねえか。よっしゃ。お、キョレや。いいね。ドラゴン系。油断すんなよ。まだ。このパーツ。いいね。ここからだ。なめる。どうなってる。打ちのめた。そんな。別ゲーなんですけど、スピードが、方向転換できないから。ちょっとあるんですけど、なんだこいつ。別キャラになってる、マジで。強化したら、もうあの回転、そうだ、回転を使わなきゃいけないんだけど、使う必要すらないような。速い、歩きスピードも速いし。これが使いづらい。一回いってみますか。うわー、9000で出るダメージがおかしい、おかしい。あははっ。
やばい別ゲーム、マジ別ゲームになってジョージ・トランザムみたいな感じになってるよ。ダメージは引き継いでると思いますよ。あ、だけどちょっと落ちてるかな。これが使いづらいね。お、わからない。トルギスケ？わー、一撃！よいしょ。試合好調だ。狙い撃ちよ。当たって。これがなんとかダメージか。マジ別ゲー、爽快感がやばい。このスキルがちょっと使えない。範囲スキル欲しいね。相手チームとエンカウント、エンカウントなんだこれ、マジすげえな。そんな終わった。避けないで。このスキルは使いづらいね。ダメージやばいよ。これは全然軽く出ないもん。むしろ普通に殴ったほうが強い。うお、飛んでいくぶっ飛んでいくんですから、こいつやばい、効果感がやばい。これでもいるか。だけど、ここだ。あんま軽く、スピード軽く出ないこれ。
相手だ。いい動きだ。うわ、避けたでしょ。損傷した。そこで動けない。あ、失敗した。速いもん、歩くスピードが速すぎる。あらららら、速いかな。これをある程度強化しておけばこれも戦えるな。そこだ、動けない。ボーン、敵殲滅。いいね。これでこの背後のやつの強化もしていけば割と対集団にもいけるんじゃない。ていうかね、なんでこんなに振りが速いのかっていうと反応速度をめっちゃ上げたんですよ。 120% 超えたのかな、あたりからなんかすげえ速いことになる。ニュータイプだぞこれ。バクドラゴーを出してほしいな。俺がやるぞ。巻き取ろう。移動速度がやめもん。ハッピーセットぜ。え、なんで。外した。この砲撃で結構食らってんだよね。飛びすぎてびっくりするぐらい飛ぶ。ショットライン空中にあなた射撃をかける6点エネルギーの、へえ、ジエヌソードだ。びっくりするぐらい。いやこれ多分他の武器使っても超速いと思うよこれ。別ゲート化してきた。さんは持ってますね。
の反応速度いいねこれね。ストーリー入るかな。やばい、ハルゾン123だ。あーで、ブースト速度 170%。 いつの間にか170とかになってた。早いな。やべえ、反応速度さらに上げたい。嬉しくなってまいりました。これを上げればいいのかな。運送速度、運送速度取るか、取るか。やばいね、楽しい。ちょこと、てか一気に、まあ割とライフルいけてんじゃないのって感じですね。これさらに強化すればいいですし、まだ全然枠は待ってるからね、何もやってないですし。2連はどうなんでしょうね、2つ分なんですかね。ちょっと火力が思いっきり見劣りしてるんで、ちょっとベースの火力が違う、倍ぐらい違うし、それは何とも言えないですね。後バズはアリーナ用です。アリーナは後バズがないと結構きつい。ビームライフである後バズがあると楽っていうか非常に楽です。そんな感じでございました。今回ここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。大化けしてきましたね、やばい、別ゲーになってきました。このタクチカルアームズも結構いけてるし、こっちがいけてないけど、まあなんとかなるでしょう。いいね、ほら総合 DPS 結構高いんですよ、7000と。もっと上げレベル上げればさらに上がる。ゲイリスパイ使いづらいなこれ。てかこれを上げないと次のが出てこないから、このベースのを上げてレベルはマックスにすると出てきます。どうしようかなって考えてる。スマホの代わり券別になくてもいいかなとか思うぐらい、もっとさっと使えるやつがいいな。いや別にスマホの代わり券自体はいいんですけど、だってトマホークスクリューの方が使い勝手がいいかなみたいな、ダメージ少なくてもいいかな。結構リロードが長いんですよね。なんかちょっと、なんか使いすんねんかな。微妙な。スクリューかな。ハリケーンじゃなくて。こっちのが、まあ、ダメージは少なくなりますけど。サクッと打てるんで、範囲火力的にいい。範囲火力はとにかくないんですよ。縦にはすぐあるけど、もうまあ、マルチブラストとかパニッシャーとか入れてもいいですけどね。これバズーカです。なんかあとはこの辺レベル上げて、そんな感じでございました。それじゃあここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。ひるみでした。